Welcome to the new age. Welcome to my channel, guys. What's up? Today is the continuation of the Kazuha story, right? We're gonna find some rock and plan for the bonsai. So let's jump into the game with the daily commission first. The daily commission first. Graphic quality. A price catch. Dark glare. Why we get sausage and cheese? This is suspicious. And then we get an octopus. Why Tartaglia is so suspicious? Is it the sausage is in cheese? Cheese sausage? I hope that does not have double meaning about sausage and cheese. You know what I know. You know what you know. You know what you know, right? Wait, what? I just climbed here. But you guys, why bother? Yeah, I think it's better using this weapon, right? Rather than energy recap, the Favonius one. Yep, definitely better. What is that? Why does this ring? Is there something here? What is this for?
雨描きがたし。我が命を聞きたまえ。1, 2, 3, 1, 2, 3。物欲を抑えることは占星術師の修行の一部。質素な生活を送ることで世界の真実を乗って。Increasing danger.
speak and explore. A food delivery. We got a grab. Thank you.
星空がよりはっきり見えます。これでいいだろう。星と新星と新無事今日の Let's go! これが運命です。御所などもあれば完璧だな。What is this?What do you do? 形は精神と共にあれ。
Oh, I saw Clunch. I think this one already. Oh. I don't know what that's about. Is this show 11? Silly. I think this one is the one. Are you sure we're going to circle the island? We use the ground, just why not we flow? And I need any more. Ayo. Rock garden. これで星空がよりはっきり見えます。
これでよし。カズハ、ちょうどいいところに来てくれた。見ろ、この石をどう思う？精巧で趣深いでござる。これは本にあった山の景色なのだ。異国には雲の中にそびえ立つような名のある山がたくさんある。機会があれば外に出て見てみたいものだな。父上にその気さえあればいつでもお行きになれよう。そんなことを言ってはならぬ。この父は楓原家の現当主だ。今や楓原家は衰退したが、やるべきことは昔と一つも変わらぬのだ。ただそうだな、このように父上の道を貫き没落した家に全てを捧げることに果たして意味はあるのであろうか。父上、拙者には分かりませぬ。カズハ、一つだけ覚えておいてくれ。家族は大切なものであるが、夢縛られてはならぬ。人のため家はあるのだ。己が楽しく暮らせねば家族を幸せにすることもできまいよ。過去の一件は家に大きな影響を与えたが、それは子孫にまで負わせねばならぬような重荷ではない。もしいつかそなたが退屈な人生に会いたら、すべてを置いて外に出なさい。生活に縛られるな。相分かった。ご高名は金々。今日は楓原殿にお会いするために参った。お手合わせ願う。お主のような武士と戦えるとは、カズハも光栄に思うことであろう。カズハ、しかと備えよ。
はっきり見えます。拙者には消せぬ。カズハ、約束を忘れたのか。本当に全てを諦めるのでござるか。確かに今は大変な時ではあるが、父上には拙者がいるであろう。拙者は何の役にも立たぬのか。確かに父上ならば、拙者の年にはすでにおじい様のお力になっておられただろう。拙者が無能なあまり父上を失望させたのでござるか。それとも…カズハ！そなたにそのようなことで己を責めさせるとは、父として失格だ。楓原家は過去の過ちのためにあまりにも多くの代償を支払った。そしてついに、そなたのひいおじい様の代から今に至るまで、この限りを抜け出せなかった。刀鍛冶は、我が一族の責務であるが、家業だけがお主の全てではないのだ。それは忘れてくれるな。怪我をした獣が罠から抜けようとすれば、挟まれた後ろ足を切り捨てる苦痛に耐えねばならぬ。もしそれを損と思うならば、罠を離れずともよいが、おそらくそれは、より致命的な結果を招くであろう。もうよいのだ、カズハ。当主でありながら一族を復興できず、そなたに名門氏族の若君としての暮らしを与えてやれなかった。なのに、そなたは拙者を責めぬ。父はもう、それだけで十分なのだ。何世代にもわたった苦痛は、今日で終わりにしよう。これからは、重荷を下ろして生きてゆくのだ。家業を捨てる悪名は、この父が背負えばよい。父上、やめてくれ。当主としての能力がないなどという悪名を、父上が背負うべきではござらぬ。それに、もしその日が本当に来たら、拙者も矢面に立つ。しばし待たれよ。楓原家はいずれ拙者が継ぐのでござろう。その時になれば、拙者が片付ければよい。占いとは、人の決まった運命を正確に示すものです。行き過ぎた装飾。おい、俺様と勝負しようぜ。あ、返事がねえな。まさかビビってんのか。お主らごときが楓原家を相手取る資格はない。剣刃全表。ダメだ。ここまで。はあ。封印厳剣。はい。高射撃撃。救急如立よ。ダメだ。さあ。
楓原家は衰退してしまった。カズハの声だ。あや、違う。見た目はそんなに違わないけど、オイラたちの声が聞こえてないみたいだな。こいつは多分ただの幻影で、オイラたちと一緒に来たカズハじゃないんだ。もし拙者がもっと優れた武芸を有していれば、きっと父上の力になれたであろうに。ならぬな。家のことで頭がいっぱいで、またうっかりやってしまった。春の野に霞たなびき裏がなし、この夕影にうぐいす泣くも。できぬと知りながらなそうとされているが、それでも行き詰まっておられたことはない。それやっぱりまたここに閉じ込められてたんだな。これも法則によるものかもしれぬな。オイラたちまた元凶の迷宮に入ってしまってたんだ。でも今回はなんだか前回とちょっと違ったような気がするけど。人気はすっかり減り、調度品も昔のような華麗さではなかったと。ふむ、無理からぬことだ。お主らが見たのはおそらく衰退の一途をたどる楓原家でござろう。でも元凶の中のカズハはなんだかまるで影みたいだった。とにかく今のお前とはちょっと違うんだ。それには私も同意するわ。今のカズハ殿と比べれば、あの幻影は多くの迷いを抱え、重い運命に悩んでおられるようでしたな。確かに重い運命を背負っていました。
それは今の拙者が成長したということ。皆に未熟な己を見られようとは恥じるばかりでござる。稲妻を離れてから拙者は長く各地を流浪していた。しかしそれは悪いことばかりでもござらん。そのおかげで成長できたのだ。昔の自分に会えればよかったのであるが、今の拙者を見ればあの頃の拙者にもきっとわかった。人生の道のりは長い。それゆえ拙者は旅に出るのでござる。拙者の思っていた通り、元凶の鍵は盆景でござる。それじゃあ築山探しを続けようぜ。Yo, I thought we done, but it's not. I think we're still far away from the... Ayo. Just another one, right? Such a beautiful...別の天柱中に分け与えられた楽園エデン。私断罪の公女は、Alrighty, I think that's all for today, guys. Thank you for joining my stream. I hope to see you guys again tomorrow at the same time, at the same place. If you have some free time, you can watch my recorded live stream on my Twitch channel. And yeah.Stay safe, stay healthy, and get vaccinated, guys. Peace out. Have a good day. Bye-bye.